ポール・ボノムが、ハンネス・ワルヒを4ポイント上回り、2連覇を果たした。2010年レッドブルエアレースワールドシリーズでは、2010年に開催された通算8回目のレッドブルエアレースワールドシリーズについて述べる。ポール・ボノムが2度の優勝を含む、6戦すべてで3位以内という、好成績を収め、前年に続き総合優勝、2連覇を果たした。ハンネス・ワルヒは、 他の4戦で優勝したが、アブダビで行われたシーズン初戦での11位という結果が響き、ボノムより4ポイント下回った。ナイチェル・ラムは3度ずつ2位と4位にランクインした。シーズン最終戦で大会を主催するオーストリアの現地法人、レッドブル・エアレース・ GMBH はシリーズの改革と強化、商業面での発展のために2011年の大会を中止することを発表した。 初戦はブダビ戦本音により引退したマイク・マンゴールドとグレンデルに代わってチェコのマルティン・ソンカとブラジルのアジウソン・キンドルマンが新たに参加することとなった。マークは予選第1位による追加ポイントがあったことを示す。2010年4月15日現地時間午前11時50分頃第2戦が行われるオーストラリアパースのスワンガーに練習中だったブラジルのパイロット アジウソン・キンドルマンの MXSR が墜落した。救急隊が駆けつけたのが早かったため、ロイヤルパースホスピタルへ搬送されたが、重症ではないと診断された。前日の14日にパイロットたちは、水内訓練を受けていた。キンドルマンは、ブラジル国内の極技飛行の大会のアンリミテッドカテゴリーで3度の優勝経験があり、南米から初めて、 エアレースに参戦した選手だった。レッドブルエアレースの公式サイトによると、キンドルマンの極技飛行の経験は18年、総フライト時間は1万1000時間以上で、極技飛行だけでも1200時間に上り、ブラジル国内で300回以上航空ショーをこなしていた。カナダのウィンザーでは、予選に臨んでいたマットホールが危うくデトロイト側に墜落しそうになった。 ターン時にかかる高い G の連続で揚力を失い、再加速する前に両翼と車輪が水面につき、重大な墜落事故になりかけた。ホールの機体は大きなダメージを受け本線失格となり、ニューヨークで行われる次戦も欠場した。2010年8月17日、スペインのトレド県カサルビオス、デルモンテで練習中だった、スペインのパイロット、 アレハンドロ・マクレアンが地面に墜落して死亡した。ありがとうございます。